こんにちは。とうちゃんです。あ、みるさんも登場しました。はい。はい。今日はね、何をやるかっていうと、はい。あの、びっくりマンチョコ、うん、第4弾です。来ましたか。はい。前回、うん、あの、コンプリートと、うん、あとね、あの、うん、シークレットのパッケージが、うん、まあ、どうなってるかみたいな、なんか、普通のノーマルとシークレットのパッケージに何か違いがあるのかみたいな、はいはいはい、検証をしようとしてたんですよ。おそしたら見事、はい、シークレットが出ず、うん、コンプリートもできず、そうだね、はい、何も達成できなかった回でした。はい、残り1個っていうところまでね、お来てるので、はい、まあ、追加で買って、うん、コンプリート目指すっていうのと、うん、あと、まあ、シークレットのパッケージももちろん見ていこうと思ってるんですけど、うん、そうだね。まあ普通にね、また今まで通りの箱を買っても、まあ面白くないかなと思って、うん、って思ってた時に、うん、あの視聴者さんからね、ファンってことだね。ファンファンってことだ。そう、あの視聴者の方から、はい、アニメびっくりめん、イゼメン。の放送記念セットっていう、うん、そういう限定パックみたいなのが、うん、ロッテのオンラインショップで売ってるよっていう、うん、情報を教えていただいたんですよ。で、それ普通のと何が違うかっていうと、はい、まあ、アニメ記念の特別シールみたいなのが入ってるらしいんですよ。はい、で、あの種類がね、2種類あって、はい、テトロゴコバージョンと、はい、あとヤマトバージョン、はいはいはい、の2種類があったんですよ。黒猫ね。黒猫山と、ね、話題の。でどっちがいいかなと思って、うん、まあ、普通にヘトロココの方が欲しいんだけど、そうだね、うん、欲しいから、まあヘトロココにしようかなと思ったんだけど、おでもなんかヤマトも捨てがたいよねみたいな、おうおうおう、でどっちにしようどっちにしようってなって、はい、結局両方買いました。買ったんかーい。また来月から昼飯ウェハースチョコ生活だよ。やばいね。というわけで、はい、まあ、今回ね、こちらの、ヘトロココバージョンと、はい、あとこっちの、ヤマト王子バージョン、はい、2つ買いました。はい。はい。ではね、早速ね、もう開封していきましょう。量が多いんで。そうですね。はい。で、多分、その、特別シールみたいなのは、はい、どうなんだろう、お菓子に入ってるのかな、ちょっとよくわかんない、どういう風に入ってるかよくわかんないけど、じゃあ普通のシールも入ってるんでしょ、だから、うん、普通のシールに紛れて、うん、ヤマトが王子の別バージョンが入ってるよってやつでしょ、うん、そうそうそう、で、なんかそれがね、2枚入ってるっぽいんだよね。何が特別シールが、あ、そうなの、うん、当たればってことでしょ、うん、絶対、あ、そうなの、うん、しかも、はい、その、聞いた話によると、お特別シールっていうのが、その昔からのビックリマンのシールみたいな、キラキラの、はい、ちゃんとしたキラキラのシールらしいんですよ。おうおう、噂によると。おう、すごいじゃん、うん、なのでちょっとね、楽しみだなと思って、あ、もうそういう感じなんだ。え、あと こういう感じでもこういう感じなんだ。あ開けたらさ、もうこういう風にこうやって入ってるんだね。やっちまったな。開封する楽しみはなかったんだ。ああ、で、こっちはもう一緒なんだ。ああ、これはほら、今まで通り、なんだ、私これの中にさ、ちゃんとウェハースの中にこれが入ってると思ってた。ああ、なるほど、うじゃあこの箱を置いといて、もうこのヘドロココも開けようか。そうだね、うん、あー、いいな、これいいわ。そうなの、うん、いや、このヘドロココいいわ。こっち、あの、ちゃんとした、こっちね、あー、こっちね、うん、いや、なんかヘドロココ、なんか見慣れた感じのヘドロココだな、うん、うん、
え、なにこいつ。なんかさ、ヨシキみたいじゃん。はい、というわけで、はい、このヤマトと、はい、ヘドロココの特別シールみたいなやつが入ってました。はい、うん、でね、とりあえず調べて何があと1個出てないかっていうと、はい、ヤマト魔人の緑バージョンみたいな、だから難しいやつやん。そう、ああが今のところ出てない、あと1個出てないので、ああ、まあ、それを狙って開封していきます。ああ、スペシャルではないけど、うん、多分数少ないやつやん。まあね、うん、ザコよりは少ないと思う。ああ、うん、はい、開けていきますよ。はい、1個目。はい、もうこれ1個目で出たらどうしよう。いやー、もうそしたら売ろ。2箱もあるのに。ああ、はい、いい、写してよ。はい、はい、ああ、これもう何回出るの同じの。ああ、見る、来た、やだ、ふんふんしないで、やば。なんでいつもここ来るとフンフンするの。フン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 。ああ、そういうこと、うん、スラムダンクってこと。そう。いくよ。はい、待って、なんか食べてる。あ、ちょっと待って待って、当たりの、あ、当たりじゃないか。待って待って、やめ、ミルダメだ、これの時。はい、ミルさんまた退場するから。で、あの2個目がね、ブラックライストでした。はい、もうじゃんじゃん行くわ。じゃんじゃん行ってちょうだい。うん、3つ目、はいはい、あー、はい、あー、あー、はい、あー、あー、やば、はい、あー、あー、はい、あー、はい、はい、あー、あー、はい、いや、もうおーしよしよ、こういう開封動画やってるとね、うん、ちょっと待ってね、はい、はい、ああ、やっぱりね、うん、このウエハースちゃんと食べてるんですか、うん、とか、ああ、あのウエハースしてないでくださいねとか、ああ、そういうコメントはね、ああ、めちゃめちゃ来るね。え、うちに、うん、うちに、うちにだよ。いや、全部食っとるしさ、一言言してもらうけど、お前らに、YouTube ではあまりないけど、あ、そう、 TikTok の方でめちゃめちゃくる。ああ、うん、ああ、はい、あ、びっくりした。なんか緑だから来たと思った。ああ、Lサイムだった。あ、これビックリマンっていうかロッテの陰謀だな、これ。なかなか揃わんようにしとんな、これ。え、だけどそんなのさ、やりようがないじゃん。じゃ、だからヤマト入ってないじゃないの、めったに。本当に超スーパー超スーパースペシャルなんじゃないの。あ、そっちがレアってこと。ああ、本当の。ああ、じゃマジでマジで。マジであるかもしれない。うん。こういう風に買わせるために、コンプリートさせようと思って。そうだよ。うん、買う間抜けがおるもんで、間抜けめーって感じじゃない。うちの。うん。はい。はい。あー。はい。なんかもう持ってるのにさ、ブラック、うん、ブラックゼウスっていうか、このゼウスが出るとなんか嬉しいと思っちゃう。体に染み付いてるんだろうね。まあ、洗脳教育だね。あ、もう違う、色が違うでも見えとるわ。はい、あー、もうこいつかよ、ちょ、やばっ。普通にキモいんだけど。どういうこと、どういうことですか。はい、おいおい、はい、いやいやいや、おっと、はい、はい、はい、あー、あ、そう、はい、いや、もう、いや、もう出んじゃん。マジでやばい。はい、いや、もう、あ、えぐえぐえぐ、はい、くそ、はい、いやいやいや、はい、どう、はい、いや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 、ちょっとちょっと、すごい、さすがにさ、はい、あの前回はさ、1回目だから、ああ、こういうオチでしたってなんかちょっとさ、ああ、まとまったけどさ、ああ、同じこと2回やったらさ、ああ、ダメじゃない。あ、やばい、なんか、
緑が見えてる。ズームしてみな。ほら。うわ緑見えてる。来たか？おい、来たか？行くよ。頼む。はい。あ、おっしゃー、本当に来た。よっしゃー、うわー、おっ、来たー。これは、やっぱこれヘッド感あるよ、なんか。うん。ちょっと、他のと違うもん。うん。いやー、すごいね。すごいっちゃすごい。ああ、やっと出たから、まあ、ちょっとほっとしたわ。うん。いや、これで、やっと、コンプリートですよ。うん。いや、もうせっかくだからね、全部開けるわ。はい。で、まだほら、もう一個のさ、ああ目標は達成されてないから。何だったっけ？だから、シークレットの、パッケージ。ああ、それか。そう、チェックするって。ああ、もしかしてシークレット入ってる？もういいよ、そんな。はい。はい。シークレット入ってないじゃん。うん。やっぱシークレットはシークレットってことなのかな？うん。はい。ラスト。はい。はい。あ、あ、でもこれシークレットじゃない。あ、そうなの。うん、ノーマルの。というわけで、とりあえず一箱目で、はい、コンプリート。いやいや、ほんとパチパチパチだけどさ、うん、マジで最後の最後、最後の方で出たね、ほんとに。ギリ最後の方じゃない。焦らされた、ね、最初に出ろよ。いや、よかったね、でも。よかった。うん。普通に嬉しいわ。うん。これでやっとね、心置きなくなんか次に進める感じあるよね。そうですね、うん、はい。で、でももう一箱残ってるんで、はい、もう一箱も開封して、はい、シークレットが入ってるかどうか、はい、ちょっと確かめてみようよ。それではやってみましょう、はい、ペロリンチョだってよし、じゃあ、いや、なんて、それではやってまいりましょう。ペロリンチョやるんだこれでもシークレットでなかったらどうしよう、マジで。えぐいね。うん。まあ、とりあえず開けてこわ。はい。でも、これは本当に、コンプリートも何もないから、じゃん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 開けてこわ。はい。あ、じゃんじゃん。どんどん。うわ、やばー。あ、すごいことこった。何、うん、あちょっとちょっと、紙引きやん。だ、こっちの箱先に開けてたら、一番最初にこれ出てたんだよ。ちょっと、ちょっとやばくない？編集で頼むよ、なんとかして。やばいね。それはそれでなんかドラマチックだったね。うん。もしこっち先開けてたら。じゃ、それはそれでっていうか、それだけだってドラマチックなの。こういうことが起こるから、恐ろしいんだよな。ね。数少ないんだよ、とかって言っとると普通に2枚出る。うん。はい、はいはいはい、はい、はい、おー、はい、おー、はい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 、いや、やばいっしょ。はい、はい、あ、はい、あ、はい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 、あ、見えてる。いや、本当にやばいんだけど。おぉ。こんなことあるんだね。ほい。はい。こいつ、おぉ。あ、フライング。はい。おっと、そいつさんの、おぉ。その、おぉ。あと4個や。うん。シークレットが出ないまま。こんなことある？なんてことなん？はい。おっと、いや、いいぞ。あ、わかった。うん？多分、ロッテの人、おぉ。あの、動画見とった。うん。で、検証されたら困ると思って。ああ。あ、絶対そうだな。シークレット入ってない箱送ってきたんだ。ああ。ロッテとの戦いだな、これ。はい。はい。いや、もう、ほんとに。いや、ロッテさんね、うちのチャンネルはね、出るまでやるから。ああ、これもかぶった。遊びじゃねえんだよ、こっちは。なんなのじゃ。ちょ、やばい、あと2個。はい。これはえぐいて。本当に、本当にやばい。もう見えてる、これ。このうざいやつ、ああ、赤ちゃん。ほら。ああ。もう。はい。いきますよ。はい。はい。なあ。
2箱開封して、うん、シークレットゼロ。シークレットがこんなに出ないと思わなかった。まあ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 、検証ができなかったってだけで、まあ、出したからいいんだけど、うん、うち出したから、うん、一番最初じゃないね、第2弾でね、うん、第2弾で、うん、もう早々と2枚ともゲットしてるんですよ、うん、だけどその後、うん、3箱開封してその中に1個も入ってない、うん、もうこれあれじゃない、心霊現象なんじゃないの。心霊現象だねこれ、うん、多分、うん、本当に、うん、なかなかないと思うよ。この3箱買ってシークレット1個もないってなかなかないと思う。結構怖いよね、うん、結構さ、ホラーじゃない。ホラー、うん、だからホラーか、もしくはさっきも言ったけど、うん、ロッテが戻って今回の動画を、うん、で、あ、こいつら検証しようとしてるし、ちょっと検証されるのはまずいと思って、うん、当たりが入ってない箱を送りつけてきたと、うん、そういう可能性もあるね。ある。はい、というわけで、今回は、まあこれね、これがあるから、でも、言っても。まあそうだね。うん。うん、アニメ放送記念シール、うん。うん。リアルバージョンってことでしょ？そうそうそう。っていうのを、うん、まあゲットするっていうのと、うん、あとね、コンプリートするっていう目標は達成できました。はい。はい、おめでとうございます。はい。で、まあ残念ながらシークレットは、検証できなかったんだけど、うん、まあ、それはまた次回ね、うん、別バージョンのビックリマンシールでもできる話だからさ、うん、もうこのバージョンはコンプリートしちゃったから、うん、まあ、別バージョンの何か、うん、ビックリマンシール買った時にやろうかなと思います、うん、オッケー、はい、いきなりでかい。はい、ご視聴いただきありがとうございました、はい、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。